今回は平場高須漁港から出船します美の浦丸さんに行きます。船長さんの弟さんかなやっている美の浦荘っていうのは、漁港の手前にありまして、そこでなんか船に乗る前のお弁当があるらしくて、それを一応注文したので受け取りに来ました。嶺南は少しイカダとかがあるんであったりするんですけど、僕はちょっと少なくて、で県外行くと結構あるんですけどね。美の浦荘のちょっとお弁当をここで受け取りに来ました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で弁当を受け取りました。イカも乗るんだけど、イカのリレー便なんで、夕方一回港に戻ったらまたお弁当もらおうかなと思って2食分頼んでる。一応港に着きました。平場は今回ちょっと渋いそうなので、この渋い雪にどうやって釣れたをやっていこうかなと思います。平場なんですけど駅渋です。5月の上旬はバッカバカ釣れてましたんで、それをイメージして遠くから来られるとかなり厳しい。2週間ぐらい前まで、半ばぐらいまではまあいい方、もう本当に90が多く釣れたり、80、70なんかも、何本も釣られるということが起こっていた三国高須沖です。ここ1週間ぐらいになると、後半戦ですね、5月のなるともうアフターに入っちゃって、かなり食いが渋いっていう状況を聞いております。どれぐらい渋いかっていうと、1人1日やって1本2本ぐらいの渋さだと思っていただければいいのかなって思ってます。浅場にいた産卵でもうごった返したマダイの群れが体力が尽きて、少しずつ深場に戻っている途中で、多分狙う水深でいうと60メーター、70メーター、80メーターまでぐらいのところに、タイ自体はいっぱい魚探に移るんで悩ましいところなんですけど、そいつたちがまあ地合いになれば口を使う、だけど地合いにならないともう本当に体力を回復するためなのか口を使わないっていう、状況になりつつあるというかなっていると思われます。なんでその状況でどうやってでタイのあたりを引き出すかっていうか、タイに口を使わすか、もうこれはね僕も長年やっていて難しいところなんですけど、やっぱりシンプルな仕掛けが口を使う。案外失敗しがちなのはこういった系のタコベイトね、イカ意識してるやつ。まあちょうど今マイカがね結構入ってきてイカが多い時期ではあるんですけど、そこを意識させてこれを使うと意外と日中何にも食ってこないっていう、パターンが、地合いだとちょっと口は使うけれども地合い以外はかなり厳しい状態で、感度の中をこれを通しても口を使わないっていうことが結構あるんですよ。ただその3月ぐらいの産卵前のちょっと渋い時期、水温が冷たかったりとかでホタルイカがちょっと入る前とかだったらこれ食うんですよ。ただ今の食いしぶりとその産卵前の食いしぶりのなんか状況、まあ体的にはどうなのか知らないですけど違うんですよね。今回はこっちラバー1本掛けの、細いシルエットにする。
で今回ちょっと釣り具屋さんでさらっと見て長いなと思ったのと、あとシリコンのこのラバーの厚みがちょっとあったので、この海友さんの長いタイプストレートカーリーになるのかな、ここギリギリにつければかなり、長くなるので、まあ、この辺を使っていこうかなと思います。イメージで言えばこの、システムの針の先がから、まあ、そのシステム上に2倍以上は欲しいかなっていう感じですね。できるだけ長いやつで、もし手元にないとかってなると、まあ、こういった普通の半分折りで使うような、シリコンのラバー、こういったやつを長くつける。現場でうわちょっとなんか短いのしかねえなと思った時は、もう最悪こういった感じのやつをとりあえず長くつける。ちょっとだけ挟んでこんな感じで長くつける。できればこのシリコンラバーもちょっと厚みがあった方がいい。なぜならここにまとわりついちゃうんで、針にこう巻きついちゃったりする時があるんで、できればちょっと固めの方がこの針に絡みはなくなるかなと。でとりあえず長くで細いシルエットを出す。で、あとこの時期に、どうしてもこれだけだと杭がやっぱり渋い時期なので匂いが欲しい時のこんな、匂いの玉をつける、もしくは匂いの濃いワームをつける。で、これも、1本丸々使っちゃうとせっかくこの細く出したシルエットが意味がなくなっちゃうので、ちょっとワームちぎって先っぽだけこんな感じで、このできるだけ細いシルエットを邪魔しないようなシステムが僕の中では今はマッチしてくるんじゃないであろうかと思います。今回は半日なんで5時間ぐらいの長考の中で何回当たりが出るかっていう感じですよね。多分取れるか取れないかまあ別として、とりあえず当たりを誘発しないとまあ勝負にならないので、当たりを多く出すためにはこれはかなり有効です。で、本来はちょっとウェイトは軽め、もしくはガンと重くする方がいいんですけど、重くすればするほどバレやすくなるのは僕の中でやっていて思うことなんで、この首を振った時に重りが大きく振れて外れるっていうことはやっぱりあるので、できれば120とかを使いたいんだけど、ちょっと風があるんで厳しいかなと。ただ当たりは一番出るんじゃないかなっていう、もうこれだけで今までの経験上そんな感じなんで、今回はこれでいこうかなと思います。で、針で言うと10号11号ぐらいの針で、早掛けタイプよりどうしても三国高須沖は向こう合わせがいいです。ディープちょっと深めなところのレンジを狙うので、早掛けで早合わせしちゃうとか合わせができない、糸がちょっと、たるみが出るっていうか老けちゃう部分を巻き取ってから合わせに行かないといけないんで、針先だけかかっててから、合わせに行っちゃうとこれバレるんですよ。なんでできるだけ向こう合わせが僕の中ではおすすめです。三国高須沖は年中の3本針仕掛け、もしくはまあ本当に渋い時は2本針の方がかかりがいい時もあるんですよね。でも2本針の場合はちょっとここの間の部分が長い方がいいっていうか、この3本をちょうど抜いたぐらいのちょっとこの段差をちょっと多めにつけた方がかかりがいいかなっていう感じですね。なんでとりあえず今回はこういったシンプルなやつを使って誰よりも当たりを出したいと
これで、今回のタイラバはやっていこうと。5月6月の梅雨終わりぐらいまでは続くかもしれないです。こういう状況がやる際にはこういった仕掛けをシステムをある程度頭の中に入れて、試合の時にはまあこういったタコベイト使ったり、結構波動の強い今流行ってるビッグカーリー的なやつでも、食うんですけど、感度入ってるっていう時に何も当たりがみんなないっていう時にはやっぱこういったシンプルなやつを突っ込んでる人に当たりが来たりするんで、あの人よく当たるなって思うとやっぱりこういった系が意外と多かったりするんで、まあ試合になったら何でも当たるんですけど、まあその辺は抜いてこれをシンプルなやつでいこうと思います。それでは三国沖高須沖のタイラバ激渋行ってきます。おー、来た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 、食った店長、食ったよ。いやもう完全に乗ったと思った。170ぐらいです。うわー、タイだったな。絶対鱗ついてる。タイスはこれ硬いもん。よし。あ、食った。おっしゃ、タイヤ、タイ来た来た来た。ちょっと待って、マイちゃんがマイちゃんがちょっと今走行行くから。来た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 。まあ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 、いい良さそうよね。おっしゃおっしゃ。137ですね。はい。はい。30センチなの。めっちゃちっちゃい。ね、地合いでしたよ。ほら失笑されてる。ノッコミについてきたあの元気いっぱい個体ですね。これ深瀬で釣るやつ。OK。とりあえずこれで調子乗っていきましょう。マジか、もうちょっとあると思ったけどな。太夫の細長いやつ1本だけっていう、もうそこを巻き出してもうすぐですね。もう 2,3 メーターの話です。あ、食った。タイだ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 。いや、でかいって言えないですもん。すごい。あんまりでかくないよね。言うほどやと思うんだよね。そこを巻き始め5、6回転ぐらいですね。あ、外れた外れた。テンション抜いてないけどな。でかかった。でも入ったよね、口の中。入ってますね。おっしゃおっしゃおっしゃ。はい。食った食った、食べ頃が。3発目です。はい。
先輩。あらあれ、なんでかからんのやろ。いい走りしたよ。走ったと思ってちっちゃい割に走ったなみたいな。やべ、先般扱いらしいです。の可能性もある。取り残した。ないやっ。あ、違うイカ。イカでも違うイカ。なんか重たいと思ったやってな。怖。危ないやつ。開け。え。ボタンです。今回はオモリゴオンリーの釣りをしていこうかなと思います。オモリゴオンリー、オモリのオモリもいっぱいいろんなやつが出てたりとか、仕掛け的にもいろんなものが出てきている中で、自作の仕掛けを使ったオモリグ、自作のメリットで言えば長さ、この仕掛けのここの長さを変えれるっていう。市販のものでも150センチのものもあれば100センチのものが出てたりとか、いろいろあるんですけど、今回は50センチぐらいを使いたくて、僕的には短ければ短いほどエギの姿勢を保つのが難しくなってくるので、長い方が釣れやすいのかなと思うんですけど、長いとちょっと当たりの出るのが遅かったり、もう乗っちゃった時点でギュンと重みが乗ったりとかってするんで、ショートバイトをかけにくいっていうのは重りのちょっと一個欠点なのかなって思ってます。この重りのその当たりを、ワンテンポをくれる当たりをもうちょっと取りたいなって思って、ショート長さで言うと50センチ60センチぐらい、もう超でっかいイカの台剣の長さぐらいまでかなって思ってます。エギのその姿勢が大事なんで、オモリグに関しては頭が下向いてたりすると乗りにくいんですよ。オモリグはシャクってステイの時にこうなっちゃうとかなり当たりが減ります。で、結構見てると重り具しててシャンシャンシャンってしゃくってから穂先のテンションの管理ですよね、多分。下げちゃうとこうカーブホールしながらこうやって下がってきちゃう。これをカーブホールではなく水平にこうステイさせたいっていうか、重りでこう前に引っ張られるんで絶対にこうなりがちなんだけど、それをできるだけこう保った人が釣れやすいんですよ。多分やってるとよく分かってくるかなと思うんですけど、しゃくってから穂先を下げない、そうすると下げない、もしくはちょっとこう上ずって引きずってあげる上に、そのことによってエギの姿勢をまっすぐに保てる。そこにイカがアタックしてきやすい。エギが下向くと本当に当たりが激減するんで、そこが多分重り具ってあんまりなんか釣れる釣れないな、やり始めてって思ってる人はなんかその辺のエギの姿勢を意識すると釣れやすくなってくるかもしんないです。先ほどの話に戻ると、そのリーダーっていうか、ここの長さですよね。これは長ければ長いほど管理が楽になる。で、
短ければ短いほど管理は難しくなるけど当たりは取りやすくなる。短いショートの重りのリーダーで水平維持ができるようになればもっと釣れるんじゃないかなって思ってます。ちょっとこれを今後も練習しながら重り具の動画なんかも上げていこうかなと思います。いろんなその当たりの取り方だったり当たりの出やすい仕掛けがあるんじゃないかなって思ってます。理屈的にはしゃくった後のエギの水平維持、ロットコントロール、ラインテンションのコントロール、当たりの多さや超過につながってくると思うんで、まあ、その辺今後もちょっとやりながら重り具も、動画上げていきますので、それでは重り具超過ぜひ見てください。美濃浦丸さんの初イカメタル出船ということで一発目の超過に行ってきました。では重り具オンリーでの、イカメタル瓶ぜひ見てください。これでちょっとやります。ちょっとだけちょい投げで沖の方にちょい投げしてボトムまで落とします。水深がここは40メートルぐらいです。潮が速くてちょっと釣れるかなって感じなんで、でボトムを取ったらしゃくってそのまんまステイです。スーテンションホールでずっとこっちまで寄ってきてステイでまたしゃくってステイ、もうちょっと潮が緩むとイカがたまるんですけど、結構潮が速くて線中でポロッポロッとかかってきてます。でやっぱりだいたいボトムなんですよね。多分ねイカ自体の活性は悪くないはずなんです。最近の釣果を見てるとこれはただ潮が速すぎてちょっと釣りづらいっていう。おお、でかそう。ボトムから6メーターぐらい離れた。来た。ボトム3メーター上ぐらいです。下から5メーターぐらい上です。
こっすね、今の。おお、来た、スルメ。今回はこのコウイカ、スミイカ、モンゴウイカ、カミナリイカとも言われます。こいつをちょっとさばいて食べていこうかなと思います。昔食べたことあるんだけど美味しかったんだよね。コロナ前に東京のとあるお寿司屋さんで食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、できました。お寿司とお作りです。こんな感じ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。また Twitter、TikTok、Instagram なんかもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。お寿司は手だよね。ひんなひんな。